伊藤武雄7月6日から1965年2月24日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。福岡県に生まれる。1909年陸軍士官学校に入校し、1911年5月同校を卒業。同年12月陸軍不評勝尉に任官。1937年7月。 留守第六師団司令部付となり、翌月、不評大佐に昇進。1938年3月、第8国境守備隊、第1地区隊長に就任し、海へしゃげ主会要塞守備に、従事。1940年3月、独立混成第9旅団付となり、同年8月、不評第114連隊長に就任し、日中戦争に出征。 炎症ルート遮断作戦に参加した。1941年8月、陸軍少将に進級し、第38歩兵団長に就任。太平洋戦争開戦に伴い、第16軍令下として、ライン作戦に参加しジャワ島を攻略。ついで第17軍戦闘序列に編入。1942年10月、ガダルカナル島の戦いに投入され、 撤退するまで苦戦を続けた。1944年7月、独立混成第40両団長に発令され、ニューアイルランド島守備を担当。同年10月、陸軍中将に進み終戦を迎えた。戦後、戦犯容疑により拘留され、ラバウルでのオーストラリア軍軍事法廷において、1946年5月24日、重殺刑の判決を受けたが、 同年10月28日に無罪となった。ありがとうございます。